はい、えー、皆様お久しぶりです、えー。久しぶりに動画を作っています。まあ、とはいってもですね、なかなか凝った動画を作っている時間もないので、えー、主にですね、この喋るだけということの,、まあ、この雑感トークということでいきたいなと思ってます。えー、今日はですね、まあ、2023年11月5日なんですけど、まあ、11月ということで、まあ、芸術の秋というんでしょうか。はいということで、まずはあのおすすめの、えー、と美術展ということをちょっと紹介したいなと思います。 私のチャンネルはですね、えー、とカメラをお好きな方も多いんじゃないかなと思いますもちろん写真っていうのもですね、まあ、芸術の一つと捉えられますしまたその写真の見る視点を広げる上でもですね今回この2つの美術展というのはおすすめですのでぜひ行っていただきたいなと思うのとこの2023年11月5日現在ですとですね特にこの2番目の杉本先生のがですねそろそろ終わってしまいますので この動画をご覧になった方はですね、ぜひ早く足を運んでいただければと思います。では最初はですね、国立西洋美術館、これ、上野ですね、で行われていて、来年の1月28日までやっている、このキビスム展がやっています。 まあ本当にこれはもう素晴らしかったですね。まあ、私はこのキュビズムっていうのはすごい好きで、まあ、いろんなこういう関係の本とかを読んでますが、まあ、特にこの写真における写真にも非常にこの影響を与えるまた影響を与えられた、えー、この美術の世界、まあ、これがですね、まあ、どのように変化していったか、まあ、このキュビズムっていうのはですねもう一過性の本当にこうブームでして まあそのブームが終わった後、さーっとこう引いていったわけですけど、まあ、その後のですね、まあああ、いわゆるこのモダンというものがですね、えー、その布石ともなったですね、非常に素晴らしい運動だと私は思っています。 であのーまあ、写真をお好きな方が多いと思うんであれですけど、まあ、マグナムのロバート・キャパともですね非常に信仰が深か,かった、まあ、ピカソ、まあ、誰でも知ってると思いますけど、まあ、ピカソとかブラックですねこのキフィズムの始まりの部分からですねその後いろんな方がですね、まあ、サロンも含めて発展していったこのキフィズムが、まあ、どこまで彼らこう挑戦したのか。 まあこのちょうど左にあるようにですねこういろんなものをこの線で表現するいわゆるこのブロックで表現してみるっていうこのキュービックで表現するってことで、まあ、キュビズムとも言うんですけど、まあ、それでこう表現するっていうもののですね新しいものの見方をやって 運動ですでまあ特にですねこう写真をやってる方はあんまりこういう芸術っていうのはあんまりああのまあ、興味がないとか、まあ、あんまりもしかしたらご存じないっていう方もいらっしゃるかもしれないですけどなぜあの私がここで取り上げてるかっていうのとまあ、私が好きな理由でもあるんですけど、まあ、やっぱりこう宗教画が非常にこう西洋で多かった時に、まあ、本当にこうあの遠近法であったりとか、まあ、非常にこう綺麗なあの西洋画っていうのはいっぱい特に教会なん体でもと飾ってありますよね。 それに対して、まあ、このピカソの時代っていうのは、まあ、先ほどマグナムの、えー、とキャパの話もそうですけど、写真が出てきたんですね。そうすると、まあ、本当にこう写実的な西洋画を描いてた、まあ、いわゆるそ,のそれが伝統でずっとこう、いわゆる美術、当時といえば何て言うんでしょうね、まあ、美術を学んだ人たち、まあ、ピカソとかもそうですけど、まあ、もうそのずっと伝統がついてきているこの宗教画みたいな、まあ、写実的な絵画を描くっていうのが当たり前だった時代に、 まあ写真が来たわけですよ。そうすると、え完璧にその写実的なものだったらもう写真でいいじゃんということで、まあ、いわゆる彼らのです、ね、ずっとやってきたです、ね、美術としてのアイデンティティが非常に危うくなった時代、まあ、危うくなったと言われたい時代なんですね。 まあその時にですね逆に皆さんとしてはですねこれはやばいということで、まあ、もっと他の世界の見え方があるんじゃないかと、まあ、完全に写真を写,んだあの写実的にやれば写真でいいじゃないかっていう時にですね、えー、こういう運動が起こってますと。 でまあ、今、いろいろですね、あの世の中、まあ、AI も含めてですね技術がやってきて、今までやってたことがもうなくなってしまうみたいなことを言って、まあ、そ,れをこうそれをずっと守ってきた人は、それを抵抗したりとかですね、いろいろしたりもするんですけど、まあ、逆に言うと、ですねそこがチャンスとなることもありうるんですよね。まあ、例えば、富士フィルムで言えば、ですね、まあ、フィルムがですねもう明確に売れなくなってきていたというね、この20年前ぐらいのにまに、まあ、じゃあ、そのフィルム自体を使って、例えばこう化粧品を作ってみたりということで、まあ、やっぱ追い込まれ 見れるとやっぱ人間知恵を出すみたいな部分もありますので、まあ、そういう意味でですね、まあ、こう写真が出てきた時に、まあ、この美術とはどう絵画とはどうあるべきかっていうことをですね、えー、非常に多くの人たちがですねこの模索した大きな運動です、まあ、これによってですねもう本当にこの美術の多様性と特にこう視点が広がったまあ、いわゆるこう写実的だとこの遠近法から始まって一つの目から見たこのどういうふうにこの奥行きが見えるのかみたいなですねまあ、そのパースペクティブみたいな世界っていうのがまあ ある意味、計算的に、幾何学的に決まったのを、もうそこを開放して、一、まあ、つの絵画の中に2つの視点があってもいいんじゃないかとかですね、まあ、非常にそこら辺も含めて、ですね面白いですで。このキュビズムっていうのは、まあ、非常に大きなあの美術革命ですので、まあ、しょっちゅう,こう展示会みたいなのをやってるんですけど、まあ、今回、ですねこれだけ大規模にやった、まあ、ここに書いてありますけど、まあ、50年ぶりの大キュビズム展って書いておりますので、まあ、本当にパリからも多くのものが来てますし、 まあなんせですね、まあ、見ていてですね、このキュビズムの歴史っていうのは非常によく分かりましたね。まあ、私も当然、このピカソブラックのあたりとか、まあ、ドローネのあたりっていうのをよく知ってたんですけど、まあ、後半それがどういうふうになっていって、逆に言うとどういうふうに終わっていったかみたいなところまでですね、あんまよく知らなかったので、まあ、これ一発見てですね、まあ、キュビズムのところがまたよ,よりよく理解が深まったなと思いました。でまあ、彼らはですね、絵画、美術の方でですね、非常に模索した動きですけど、改めて、えー、とこういう動きから見た時 に、じゃあ写真は写実的にものを撮れてればいいんだっけ？っていう時代ですよね。で、まあまさにこの2023年頃っていうのは？ まあよくこの秋の紅葉シーズンになるとですね、実際に行ってみたらそんなにサイドが高くないのにサイドをマしましにしてみたりとか、まあ、いろんなもう画像加工の有無、まあ、それぜひって、まあ私はど,どうでもいいと思うんですけど、あのまあそういうところをですね、まあ、いろいろ SNS でもご議論されてる方もいらっしゃいますし、まあ、あと今、えージェネ、ジェネラティブ AI ということで、まあ、画像生成 AI みたいなものも来てですね、まあ、いわゆる今度は写真もある意味危うくなってきてる部分もあるかもしれないと。 まあこういう時にですね、じゃあ、私も写真やりますけど、まあ、写真はど,あどうあるべきなんだっけみたいなことを、ですね、えー、まあこのメタ認知する意味でも、ですね、まあ、このキュビズムっていうのはです、ね、で 100, 100年以上前に起こった活動ですが、まあ、非常にこうあの感じることがあったなと思いましたので、えー、1月28日までありますので、ですね、えー、ぜひ、えー、東京の方にいらっしゃる方は、ですね、この国立西洋美術館、足を運んでいただければと思います。本当に素晴らししい展示会でした。 はい2、えー、つ目ですね、2、えー、つ目はですね、えーと、渋谷のショート美術館でやっている、えー、杉本先生の本家取り、えー、東下りということです。まあ、もう本当にですね、まあ、あの杉本先生、私はもう大好きでですね、えー、先日出された杉本先生あの自伝ですね、あれもしっかりと読んでますけど、うん、もうなんて言うんでしょうかね、まあ、あ,のあまりにも偉大な。 人すぎて <laughs> まあ写真家というよりはもう完全に今はもう現代ねアーティストということですしけどそうですねもう言う,う言葉がないというかですねもう素晴らしすぎてですねなんかもう本当に言葉にならないっていうのがですね毎度非常に感銘を受けましたであのまあこれはですね1月12日までですねなので今日11月5日ですのであと1週間しかないということで 来週の日曜日までです。なので、まあ、この YouTube の動画がですね、まあ、たまたま未来でご覧になった方はですね、もう終わっちゃってるかもしれませんが、ぜ、ま、ひ、あ、ですね、えー、これを運よく、えーと、これ知らなくて、行きたかったみたいな人はですね、ちょっと駆けつけていただければと思います。 何て言うんでしょうね、まあ、この左もです、ね、でこれジオラマですね、杉本先生の有名な、もちろん会計が非常に有名ですけど、も、まあえー、ともと杉本先生が、まあ、ニューヨークでですね、えー、写真家としてスタートしたっていうのは、あの当時のこのジオラマをですね、えー、あたかも本物化のあるようにですね、まあ、写真を撮られたと。 いうようよなことから始ままってますが、まあ、今回、この本家取りっていう日本文化のですね、まあ、本物から非常にそれをリスペクトしつつ、かつそれをですね自分の技法、新しい技法で本家を超えるっていうことが、まあ、いわゆる本家取りっていうものですけど、まあ、杉本先生はですね、まあ、あらゆるこれ写真だけじゃないですけどあらゆるものを本家としそれに対してご自身のですねお持ちの 圧倒的なセンスとですね、えー、いろんなところで、何、えー、て言うんでしょうかね、杉本先生のこのいろんなことに挑戦されている、この、何て言うんですかね、視野の広さっていうのにですね、毎回驚かされますが、まあ、そういうので、あらゆる形でですね、えー、この本家取りを試されているということです。 もともとこの関西で一回やっているんですけど、まあ、今回はですね、東京で行われるということで、この東だりというふうな名前がついています。まあ、本当にですね、えっ、ー、と、もう写真なんかのレ、写真だけじゃないっていう、まあ、杉本先生の、あの、8x10 を使ってね、ずっとこう、写真も撮られてますけど、写真だけではない、えっ、ー、と、この、 何て言うんでしょうかね。もう能も狂言もやったりとかですね。建築家でもあられるし、そうですね。まあ私はお茶をやってるんで、住本先生のね茶席にも入ったことがあるということで、まあそういうところでもご縁もあるんですが、まあ何て言うんでしょうかね。まあ私の最近いろいろと悩んでいる、えー、っと、社会と、えー、っと、歴史と、文化と、政治と、技術と、 えそれをですね、さらにふっくるめて芸術、芸術ですね、まあちょっとその辺の非常に複雑ないろんなことが世の中に起こってるわけですけど、まあそれをですね、この芸術も含めて何か捉えられないかっていうことをですね、最近いろいろと私は大学で考えているわけですけど、なんかそのあたりの答えがですね、まあ、杉本先生がもう持ってるんじゃないかなって思いながらもですね、今回も非常にうなりながらですね、えー、杉本先生の作品を見てました。やっぱりこうこうれだけ ね世界的に有名な方にもかかわらずですねまあ、今回のこの展示会を見てですねもうさらに新しいことに挑戦されているってことでですねもうこれは <laughs> もうちょっとうんすごすぎてっていう感じでございますはいまああの何て言うんでしょうかねまあ私なんかが言うのもなんですけど最近こういう SNS を見るとですねもう非常にこうなんか細かいことでですねうん,なんかあおって た叩いたりするようなことがあって、まああれも言ってみれば大喜利みたいなもんで、ですねわざとやってるまあプロレスみたいなもんかもしれないんですけど、なんかまあ、そういう話もまあいいとはと思うんですけど、やっぱりこういう先ほどのですねキュビズムもそうですけど、やっぱりこう真の、ねえー、芸術みたいなのを見,る見て、ですね、えー、ともっとこう <laughs>、もっと議論すべきことはあるだろうっていうような <laughs> あの気に、ですね、えー、皆さんがなっていただければいいかななんて思います。はい まあ非常にあの素晴らしいものですので、えー、ぜひ、この杉本先生のところも足を運んでいただければと思います。はい、えー、ということで、おすすめの美術展のことはですね、えー、だらだら話してきましたが、えー、そうですね、まあ、一応、2023年11月のですね、えー、富士フィルム雑貨ということで、えー、少し、えー、多くの方がですね、同じような内容の動画を撮られてますけど、まあ、私個人のですね、えー、まあ、なんとなく思うことということをですね、まあ、雑貨として最後ちょっと述べたいなと思ってます。 まあ、あの何が起こってるかっていうとですね、まあ、いろんなニュースで飛び越ってますけどです、ね、で富士フィルムカメラ売ってないよね問題っていうことですね、まあ、特にこう日本で、えー、なかなか買えないと、まあ、XT5 みたいな非常にまあ人気のある機種がですね、えー、なかなか買えなくて、 買えないだけならですね、いいんですけど、最近はその一部の、えー、モデルがですね、えーと、注文も受け付けないと。もう注文してもですね、非常にかかっちゃうから、もう注文してくれるなっていうところまで来たっていうことで、まあ、いよいよっていう残念な状況ではあります。 じゃあ、他の、えー、カメラどうかとなるとあの、私としてはすごくいいカメラだなと思っている XS20 もですね、なかなか買えないと。あとはやっぱり一部の人たちを非常にきひ、えー、引きつけている X100V もですね、えー、しばらく発売もされていないという状況で、まあまとに、まともにフジフィルムの新品のカメラが買えないというような状況ですね。 で、えー、これがじゃあ何、なぜ起こってるかっていうのは、ですね、まあ、あの結構私の過去の動画でも言ってきてまして、えー、と何か生産で起こってるっていうことを、えー、私の動画では過去に言ってきました。というのは、なんかトラブってんだろうなっていうことは何回も言ってすました、まあ。トラブってるっていう理由は、まあ、例えばなんか工場で事故があってとか、あの何かものすごくあの重要なですね、えー、とその生産計画をミスってたとかですね、まあ、なんかトラブったんだろうっていうふうに。 行、えー、ってきましたそれは何でかっていうとあのー、やっぱりこの、えー、COVID 等でですね、まあ、非常に、えー、と半導体調達っていうのが苦労してきたんですけど、えー、他社はですねそのこのもう12年で結構急回復してきていて。 えと他の会社は結構カメラ買えるようになったんですよ、ね、まあそれに対して、まあ、フジフィルムの,その、えー、と市場の回復がちょっと遅れてるっていうのが、まあ、1年まあ言ってみれば2年ぐらい続いてるので、まあ、ここまで来ると何、えー、かトラブったんだろうっていうことを過去の動画では言ってきました。 でまあ、一方で,です、ねえーと、じゃあ今の現時点で、えー、個人的にどう思うかということなんですけど、まあ、改めてです、ねえー、とこのフジフィルムのです、ねまあ、経営方針の、えー、ビジョン2023年というのがです、ねまあ、ウェブに載ってますので、えー、ご覧いただければと思いますけどやっぱこの、えー、X マウントおよび GFX のです、ね、カメラは、まあ、イメージングのコンシューマーのプロダクトという場所にあるんですけど あのまあ、ほとんどです、ね、取り上げられてないんですね。でまあ、経営的にはやっぱりあのヘルスケアとかですね、まあ、このあたりっていうのがやっぱりしっかりと稼いでいくゾーンでして、パイグラフとかも他の、うん、定期的に出るこの売り上げみたいなところで出てますけど、まあ、やっぱり数パーセントしかない、えー、イメージング事業ということで。 まあ、我々なんかは本当カメラ好きですし、富士フィルムの色が好きだから、富士のカメラを使っているわけですけど、まあ、そこの,この非常にあの熱は我々にはあったとしてもですね、まあ、やっぱり経営の方針としては、ですね、まあ、ここは、えー、とあまり大きなパイではないということで、まああのまあ、私も、まあ、最近は今、大学に行ってますけど、ちょっと前までは、えーと 会社を経営してましたので、やっぱり会社のね経営方針っていうのは非常に重要で、もちろん、この、えっ、ー、と、いろいろな売り方があると思うんですよね。これ全然儲からないけど、会社の看板だからこの技術は進めるみたいなですね、まあそういうのもすべて含めて経営方針なので、まあそれはですね、あの、もうその会社次第なんですけど、このビジョン20 2023年を見る限りはですね、このイメージングのカメラ事業が一番最後に書いてあるんです。一番最後に1行書いてあるだけと。まあ x GFX は、えー、特別な、特異な,んだろう得意なこの色を扱っているみたいなことを書いてあって、1行書いてあるだけなので、まあまあそのぐらいの扱いなんだろうなということで、まあ、刑法的にはですね、まあもうちっちゃくやれよというふうにしか見えないというのが現状です。 でその中で、じゃあそのちっちゃい中でもですね、えー、3000億かなぐらいのこの売り上げっていうことを目標にしている事業ですねで。そこはもちろんチェキとかも含まれているので、その中でさらに、えー、X と GFX になるとですね、もう相当小さいパイなんですけど、まあ、こういうふうになってくるとですね、えー、ともうどうするかっていうと、やっぱりこう、できるだけこのあらりを上げるというか、まあ、利益率っていうことをしっかりと見る上で、えー、どうしていくかっていうことをですね、まあ、経営的にはいろいろ、まあ、事業部レベルでは考え 入っていると思います、まあ、その中でまあいろいろ考えなくちゃいけないのはじゃあどこがターゲットなんだと誰が買ってくれるんだっていうところで見た時に、まあ、やっぱり市場の大きさっていうのを見るとまあアメリカ中国北米、まあ、このあたりっていうのがですねえー、っとどうしてもあの優先されるっていうのはあの 現状あると思います。あの経営者側からのセンスで見ると、普通にそれを考えると、誰がそうだってそう思いますよね。あの魚が入っている生けすに行くのに、ですね、明らかにこの魚がいない川に行ったってしょうがないわけなので、まあ、そういうことを考えたときにです、ね、もちろんまあフジフィルムっていうのはもう日本の企業というよりはまあグローバルな企業なので、まあ その比率、どのこの例えば100個,作った100個作ったものを何個どこに配分するかっていうのは、まあ、普通に考えればですね、あの売れるところに持っていくみたいなことで、まあ、多少この日本のですね、えー、ところっていうのはあの十分に回ってない可能性はありますね。まあ、よく言われてるのは、まあ、ニューヨークとかで有名な B&H とかですね、アドラマーみたいなです、ねえー、とカメラ系のとかまあ家電系のウェブサイト行くと。 まああの普通に在庫があったりとかするとですねおよよっとちょっと思っちゃう部分はありますよね。かといって1回アメリカでえもう数を決まって出荷して。 B&H とか、まあ、小売店にね、在庫でやったものをですね、ちょっと余ってるから一回戻してくれて、これ日本に送るからってことができるかっていうと、まあ、それはできないですよね。まあ、そう考えるとですね、まあ、B、B&H なんて輸入で買えるんで、買え,買えるんでね、多分ね。ちょっと保,保証がどうなるかわかんないですけど、まあ、本当に、あの、その辺必要なら、もうちょっとそういうところも含めて買うしかないのと、あとは、まあ、中古に行くしかないかなっていう感じはしますけど、まあ、そうですね、私もまあ、日本人としてはですね、まあ、富士の新品っていうのは、あの 変えるといいなと思ってます。というのはですね。まあ、あの私個人はですね。カメラなんか正直何だっていいんで。まああの被写体と光の方が重要なんて言ってるような人間なので、まあ、まあ、カメラ何でもいいんですけど、やっぱり富士個人的に好きなのと。あとまあこのね。youtube でですね。まあ、弱小チャンネルとはいえ。 この2、3年、いろいろとこう出してきた以上ですね、もしかしたらこのね、私の動画を見て富士を買いましたみたいな方が一人でもいるかもしれない。まあ、そのことを考えたときにですね、やっぱこの X マウントは永遠にっていうふうに思って <laughs>、永遠にってもあるんですけど、まあ、ずっと長らくですね、栄えてほしいなと思います。まあ、そこを考えたときにですね、まああの、やっぱりですね、富士が。 あのしっかりとですね、今後もカメラのラインナップを拡充してくれればいいなというふうに思ってますし、そうですね、あとまあ最近非常に減っちゃったんですけど、ちょっと前はたまにあのね、私がカメラ好きっていうのもあって、どんなカメラ買えばいいかなみたいなことを相談されたときに、まあ、富士はいいよと、まあ、特にこう子育ての親世代っての場合だとですね、やっぱり子育てなかなか時間が取れないので、まあ、JPEG も比較的、えー、と取って出しで綺麗なので、 まああのねまあ、時間があれば別にローでちゃんと追い込めばどのカメラだっていいと思うんですけど、まあ、そういう時間がないところで、まあ、なかなか現像に時間が取れないというところで、えー、静止画、動画ともにですね、まあ、なかなか綺麗な肌色が出せる、まあ、富士のフィルムシミュレーションは魅力だよみたいな感じで,ですねお勧めしてたんですけどさすがに最近はなかなかお勧めができなくなっちゃいまして、ねまあ、新品が買えないということで,であのカメラの値段が高いっていうのは別にいいと思うんですよもうさっきの経営方針も含めてですねもう儲けないと続かないんで。 ああ XS20 も、まあ、あの他社と比べれば高いかもしれないですけど、まあ、富士は、ね、あのカラーの部分に得意があるということでそれでも買ってくれるということであれば、まあ、値段を上げるのは別にいいと思うし、まあ、会社の経営者っていうのは自分の製品をいかに高く売るかっていうのが、まあ、ある意味。 市場メータータみたいな部分もあるのでででそそれはそれはいいと思うんですけどに、まあ、せ、売ってないっていうのはですね、結構致命的で、じゃあ、中古買えばいいじゃんってことなんですけど、まあ、なんていうんですかね、これも気持ちの問題なんですけど、この店頭に売ってないカメラをですね、えー、だから、じゃあ、新しくカメラ買う人に、じゃあ、中古で買っといたらみたいなことって、なかなか言いにくいんですよね。その、じゃあ、2年後、3年後、ちゃんと富士フイルムは、こう、市場が回復してくるのかっていうところが、やっぱ、はっきり見えないとですね、なかなかお勧めができないねってなると、まあ、どうしてもこんな ソニー、ニコン、キャノンっていう風になっちゃって、まあ、パナーみたいになっちゃうなっていうのはですねなんかまあ非常に悔しい思いはあります。はいまあ、とはいってもですね私は XH2S がですねもう大変気に入っていて、まあ、静止画動画もう一つでいけると。 今、フルサイズの利面積層しかなかなかない世界で APS-C の利面積層ということで非常に安くて私が買った時24万円で新品で買えたんですけどこの24万円で利面積層のですねセンサーのカメラが買えるっていうのもめちゃくちゃ良くてですね静止画も 4K60P もですねもうバッチリ撮れてるんで本当に満足しているカメラなんですけどもちろんですね多少のこの使い方みたいな部分ていうのはツッコミ部分まだあるんですけどああいうの改善してきゃいいし AF っていうのはです、ね、まあ、他社に比べれば劣ってるんでしょうけど、まあ、逆に言うと昔から使ってるカメラ、人間からするとですね、まあ、今の XH2S の AF で撮れないっていうのは、まあ、もうある意味こう、この私の世代からすると、それは下手くそだぞと、あの自分に反省するように <laughs> いけるかなと、まあ、本当にね、昔から比べれば十分性能がいいんで、まあ、他社と比べれば一歩劣るかもしれないですけど、まあ、XH2S の AF で撮れないっていうのは、まあ、腕が悪いと、自分が納得できるぐらいのカメラにまでまだ来てるので、 そういう意味ではですね、まあ、あの非常にいいカメラだと思ってるんで、まあ、私としてはあと2年ぐらい XH2S は使いたいなと思ってるので、まあ、そういう意味ではですね、この富士フィルムの、えー、カメラ売ってない問題、えー、うまくいけばいいなと思ってます。で、まあ、今までの話は結構いろんな動画の方でも同じようなこと言ってるんですので、まあ、基本的には 同じような感覚なんですが、まあ、改めてですね、うん、それだけなのかなっていうのが、あの、ちょっと思っていたときに、まあ、やっぱりこう、地政学上のリスクということで、まあ、えっ、ー、と、あ、これすみません、文字間違えましたね。日中じゃなくて、米中ですね。アメリカと中国のデカップリング問題、すみません、文字間違えましたが、もうど、この動画も適当なので直しませんが、やっぱり非常にアメリカと中国がですね、えー、半導体の輸出輸入でですね、えっ、ー、と、もうやり合っていて、 でまあ、中国のレアメレアースみたいなものを、ですね、えー、レアメダルみたいなものをですね下ろさないとか、でアメリカが、えー、半導体を出さないとか、まあ、そういう感じで、えーまあ、ち,ょっとちょうどきのう、日ととい、マイクロンは一部、えー、緩和しようみたいな話になってますけど、やっぱりですねこのあたりのですね、えー、状況で、こう中国工場で、えー、カメラを作るみたいな部分っていうのが、まあ、相当やばいんだと思うんですよね。 で事実、やっぱりあの、えー、と先見の命があると言っちゃいけないですけど、もうキャノン、ニコン、ソニーは、えー、中国製造の工場をですねもう数年前に撤退し終わってますよね。 で、えー、とオリンパスだったかな、どっかがですね中国をこう撤退するときに結構トラブって、なんか罰金がなんか払ったぐらいな感じもあって、ですね、まあ、あのいざですね、まあ、10年前、20年前っていうのも中国でねいろんなものを作るって、まあ中国、世界の工場って言われたとき、まあ、こんな地政学上リスクが出てくると思わなかったし、まあ、ああいうちょっと長期政権になるとも思わなかったので。 まああのー、どんどんいけいけどんどんの工場だったんですけど、まあ、今はもうどんどん引いてきてますよね、まあ、最近は経済安保なんて考え方もありますし、まあ、非常に、えー、自国に戻ってきてる回帰があるし、地、ま、政、あ、学上のリスクができるだけこう離れないような、えー、と国に移動,移動しているっていうのがある。 という状況で、どうも富士のですね、工場はうまく中国から、うまくっていう表現失礼ですね。あの中国での生産って工場がまだですね続いているような感じがします。でもう20年、25年ぐらいですかね、もう本当にこのあたりがネットを調べても情報が取れないんですけど、 まあ少なくともですね、まあ、数年前の記事では、ですね、えー、とこの COVID で,ですね、なかなか出社ができないところ、ですね、まあ、現地の中国の方もですね、えー、頑張って、なん,かなんとなくこの,この部品を出荷すると頑張ったみたいな記事が、まあ2年2年、2年前、3年前の記事では見つかりました。で実際はですね、この私の XH2S もですね、えー、XT4 もですね、メイドインチャイナなので、まあ、その富士のですね、中国の工場なはずなんですね。 ここがトラブってるのかななんてやっぱ気はするんですよね。そうすると、ちょっと今この XS20 がですね、どこの国製かかちょっとわかんないんですけど、あの、うん、公式サイトにはですね、あの、どのカメラがどこで作ってるかって書いてあるんですね。なんですけど、ちょっとこの XS20、一番最初の XS20 がですね、どこで作ってるかわからないんですけど、まあ、これがですね、この中国工場から戻せているのか、まあ、このサプライチェーンの問題って、まあ、この、 地政、まあ、学上の、えー、と問題で起こっているのか、まあそうですね、まあ、半導体調達、まあそうですね、半導体の調達がおかしいのかな、まあ、あのこの富士フィルムのですねホームページ一つ見てみるとですね、もうこの部品の調達のパイチャートがあってですね、もうそれがもう思いっきり中国依存になってるんですよね、その表記を見ると。もちろんそれは今回みたいなことが起こる前のデータなので。 あの予想はしてなかったと思うんですけど、なんかあれを見る限りですね、あのかなり調達で苦労してるんじゃないかなっていうやっぱ気がしますね。であのもう一つ他の記事でですね、そのブロックチェーンを使って でえーまあ、カメラの部品も含めて調達をです、ねえー、改ざんなく、えー、調達できるシステムを2023年度内つまりあと45ヶ月で稼働させるみたいなことを、えー、記事になってますけどなんかあれを見る限りですねやっぱりあの部品調達にかなり苦労されてるんじゃないかなって気がするんですよね、まあ、ブロックチェーンってちょっと前の流行りですけどあのそんなの発表する必要もないじゃないですか本来そんなちゃんとやってりゃい,いそのいちいち発表するような内容でもないのにそのブロックチェーンを使って、えーと なんか非常に効率よく調達しますみたいなことをいちいちプレスリース書くってことはまあそこが苦労してんだろうなっていう気がするんですよね。そう考えたときに、まあ、何か、うん、部品調達に失敗したんじゃないかな失敗してるとか非常に苦労してるんじゃないかなと思いますね。まあ、中国工場にあってもう人もいて組み立てれるんだけどまあその、えー、と米中のデカップリング問題で、えー、半導体が降りてこない。 っていいううのがあるんんじゃないかなかと思うんですよねで半導体もほとんどのものがですね、えー、大体似たような製品で,で、違うところからみたいな感じで、代替品っていうのはあるんですよね。だからソニーもですね、アルファ 7R4 だったかな、なんかほとんど同じなんだけど、1回、えっ、ー、と、なんかアルファ7のなんかまた次バージョンが出たとか、 っていうようよなことがあったんですよあれって多分ですね、一部の部品が買えなくなって、まあ、ほとんど同じ性能なんだけど、部品だけちょっと変えたみたいな、多分製品があったと思うんですけど、まあ、あんな感じで、大概はこう、代替部品でいけるんですけど、まあ、できないのがセンサーと、えー、プロセッサーですよね。うん、まあ、そうすると X、X トランス5、X トランス4、あと X プロセッサー、この辺りはもう富士しか持ってない、もう唯一の部品なので、まあ、ここでトラブったらもう完全アウトですよね。うん、で、他の例えば何でしょうかね、 細かいコンデンサーとかね抵抗なんでそんなもんはいくらでもありますしあとでこでことか電源系のチップだってもういくらでも代替品があるのでうんやっぱりもう唯一しかない買いが利かない半導体っていうともう本当にセンサーとプロセッサーぐらいなんですよねうんって考えるとですねやっぱりもうそこがなんかやっぱりこうやってしまったんじゃないかなと思いますけどね私個人的にはねどうなんでしょうね うんはい、まあまあちょっとここら辺、あのまあ、いろんな複合的な要因、まあ、会社の方針としてまあイメージングはそんなに大、えー、腕を振ってやってる事業じゃないよっていうことに加えて、今はこの割と中国工場に依存してた富士フィルムの、まあ、サプライチェーンがですね、まあ、ちょっと大変になってんじゃないかみたいな、まあ、いろんな要因で、えー、カメラが売ってないんじゃないかなみたいなことを思ってます。 で問題は、ですね、この経営方針側がちょっと心配なんですけど、まあ、あの本当にただの下の地政学上だけの,のリスクっていう話であれば、まあ、数年で復活してくるんで、まあ、ちょっとこれがどっちかですね、これは本当に私、わからないですね。はい じゃあ,まあ最後にですねこのフジフィルムに言いたいことなんですけどまああの私としてはですねやっぱちょっと応援したいのであと来年もですねも,うもし先立つものが出たら GFX2GFX1002 も買いたいなとまあこれ日本製らしいんですけど <laughs> まあいいやはいあの買いたいなと思ってますがあのまあちょっと まあ個人的には応援してるんで、まあ、もうちょっとですね、えー、本音とロードマップを出してほしいなと。本音っていうのはですね、もう本当、もうこういうことを書けないかもしれないですけど、まあ、もうぶっちゃけ生産トラブってると、だからちょっとマットレれみたいな話言ってもらいたいんですけどね。で、それがこうなんかこう、インバウンドだとか、予想を上回るとかっていう、そんなんていうんだろう、あの説明しかないと。 非常にこの読めないという感じがするので、なんかですね、あの、うん、まあもちろんね、小さい、あの、うん、そうですね、なかなか難しいんですけどね、ちょっとまあ応援する気になるような情報のこだし方で、なんて言うんだろうな、富士の、富士フ,フ,フィルムファンって結構こう、どっしり構えてるんじゃないかと思うんですよね。なんて、 富士に来てるぐらいですから、まあたい天の邪悪が多いんじゃないかと言っと失礼ですけど、多いんじゃないかなと思ってて、まあそういう人たちって、あの失敗は失敗っていうのは、割とこう正直に言えば、割と待ってくれる人たちが多いんじゃないかと勝手に思ってると、まあ私自身を言ってるんですけど、なので、まあもうなんかこう、ちょっとサプライチェーンやっちまったんで、ちょっと2、3年で回復するんで待っとれなら、そういうふうに言ってくれた方がいいなっていうふうに思ってるんで、まあ少しちょっと本音も言ってよと、まあ失敗でもいいんだけどっていう話はちょっと思います。 あとはまあロードマップですよね。まあ、いろんな方は言ってますけど、まあ、レンズとかね。 うん、なんかまあこのあたり、まあいいですよ、例えばこう、ね、あの、大三元の、まあね、レンズちょっとこう更新しますとか、なんかこんなレンズも考えてますよとか、あのなんかそういうのも含めて、ね、出てくるといいなと思いますね。うん、なんかこの辺が応援したいに出てほしいなぁと思うのと、あとはやっぱり中長期的に見るとですね、まあやっぱ富士のカラーサイエンス、まあフィルムシミュレーションっていうのは、ある意味こう、人類の宝なんですよね、まあ、フィルム時代から。まあコダックがもうなくなくっっちゃったこととを考えると、まあ しかですね世界中の各大陸でどんな色だったら好まれるかみたいなもうあれだけ、えー、とフィルムをですねまあ、現像してきてプリントしてきたっていうノウハウまあ、これまあ、これもそれもどれだけそのノウハウって戻ってるかちょっと知らんんですけど、まあ、少なくともまあ富士フィルムをそこそれを超える会社ってないよねと思うとやっぱそのカラーサイエンスをですねこの富士のハードウェアのカメラだけに閉じ込めとくっていうのは本当にいいのかっていうのは、まあ、特にそれこそ経営方針で考えてほしいなと思うんですよね。もうちょっと 大きな目で。そう考えたときにですね、やっぱりもう私は iPhone と、えー、まあ Google でもいいと Google Pixel でもいいというんですけども、代表的な Android と iPhone、および、まあできればまあ日本の各メーカーにですね、富士フィルムのカラーサイエンスのレシピをですね、外に公開してほしいですよね。いや、そんなの言ったらカメラ売れないじゃんっていうことなんですけど、カメラ売ってないんで。ですけど、なんだろうな、まあ先ほど、先日私ちょっと書いたんですけど、その、 仮にアップルに、あのー、ま、あもうちょっと時すでに遅しですけど、あのー、ね、富士が行った時に、まあ、他の会社が行ったって、なんだお前らもうアップルのカメラ分かってんのかと、世界最強だぞっていう風に言ってですね、門前払いされるんですけど、富士フィルムがこう、カラーサイエンス持ってきていけば、さすがに話聞いてくれると思うんですよね。うん。で、アップルは完全にこの部品がね、アンドロイドと比べて、カメラも完全にあの性能がコントロールできているので、 あのちゃんとこの富士はね、あの画質、画像設計の画、画像設計のところで、いや、どんなカメラでも、あのこんな富士の色が出せるわけじゃないんだよっていうふうに思ってると思うんですけど、まあ、少なくともアップルのカメラに関しては、もう素性もレンズも完璧に分かってると思うので、そこでちゃんとキャリブレーションできると思うんで、アップルにね、富士の色を出せるとか、なんかちょっとそういう展開も考えてほしいですね。うん。っていうふうに、えー、と個人的には思います。やっぱりね、今もうテスラ、 スペース X もそうですけど、あのー、もう本当にあらゆるものがソフトウェアベース、デジタルベースっていう世界で、ソフトウェアファーストで考えたときに、えー、ハードウェアは何をやるんだっけっていう逆の発想で <laughs> やんなくてはいけないんですけど、やっぱ日本でどうしてもこのハードウェアがね、まあ私もそうなんですけど、ハードウェアをベースに、えー、ソフトがおまけなんですけど、やっぱもうそこは完全に世の中的には逆になってるんで。 世の中ね、えー、と本当に、えー、と富士のこの会社の持ってる資産、色の資産っていうのを80億人に作用させるためには、やっぱり、うん、スマホと,、えー、と、あと日本のカメラメーカーイ,イコールも世界のカメラメーカー全部を兼ねてると思うんで、うん、スマホと日本のカメラメーカーにね、この富士の色っていうのがね、 えと展開できるといいなと思いますよね。だま昔は富士フィルムっていうね、富士のフィルムが、えー、まあキャノンのカメラ、2個のカメラに入って <laughs>、色が出たんで、まあ、同じね、えー、日本のメーカーですし、まあ、そういうのもですね、なんかあるといいなと思いますね。ないつまでこう日本のメーカーでそれぞれ独自で戦ってるんだっていうふうに、まあ、個人的には思うんで、まあ、なんかこんなようなことができてくると面白いななんて思ってます。はい。えー、と非常にダラダララ喋って 取り留めもなないいいい状況でござまますすが、えー、と今日の動画はこんな感じにしたいと思います、えー、何かですね、えーと、気になることがありましたらあ、こんな意見もあるよみたいなことがあればですね、えー、ぜひ教えてほしいですし、あのまあ、私もですね、いろいろものを作る関係の、まあ、ベンチャーですけど、えー、会社経営とかをしてきて、まあ、このフジフィルムぐらいのですねグローバル企業で、まあ、超大量生産の生産管理なんてやったことないんで。 まあお前にそのこの大変さがわかるかって言われるとちょっとそ,その通りでわからないんですけど <laughs> ですけどなんか是非ですねこの中国で何かこの工場を作って。 ているリスクみたいなもの逆に言うとそれを今どうなってるのかみたいなものはですねちょっと私情報を取れなかったんですけどなんかこうご存知の方はですねちょっといろいろと教えていただければいいなと思いますまあ逆にそれを知って何かなるかって話なんですけどまあそれも各民もですね、まあ、富士としてはまあこういう状況なのでちょっと今後どうしていくよぐらいなことが何か出てくるといいななんていうのは思いますね。 はい、えー、こんな感じで、えー、動画を撮りたいと思います。止めたいと思います。まあ、非常にひど、えー、い動画となってしまいましたが、えー、またたまに作りたいなと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いいたします。